ジャファール・パナヒは、イランの映画監督。なお、ペルシア語では、ジャーファル・パナーヒに近い発音となり、ファの後を伸ばすことはない。テヘランで映画制作を学び、アッバス・キアロスタミ作品の助監督となった。1995年、キアロスタミが脚本を書いた、白い風船で監督デビューし、カンヌ国際映画祭カメラドールを受賞。1997年に、鏡で、 ロカルの国際映画最近表彰を2000年のチャドルと生きるでベネツィア国際映画最近失賞を受賞し世界的に高い評価を得た2006年にはオフサイドガールズでベルリン国際映画最新サイングランプリを受賞ベルリン国際映画祭では後に閉ざされたカーテンで脚本賞人生タクシーで金熊賞も受賞しているチャドルと生きる オフサイドガールズは、共に、イランの政治体制を批判する内容であるとして、イラン国内では上映禁止となっている。パナヒ自身も2009年の大統領選挙で、改革派のミール・ホセイン・ムーサビー候補を支持するなど、保守派のマフムード・アフマディーネ・ネジャード政権と対立し、2010年3月1日に自宅で拘束された。この年開催の、 第63回カンヌ国際映画祭の審査員の一人に選ばれていたが、この逮捕により欠席。同映画祭で女優賞を受賞したジュリエット・ビノシュをはじめとする各国の映画人は言論の自由の名のもとにイラン政府への抗議表明とともにパナヒの解放を要求した。その後5月に保釈金20億リアルで釈放された。2012年、サハルフ賞を受賞した。 ありがとうございます。